はい、皆さんこんにちは、ドリームチャンネルですね、2日目ということで、先日ですね、動画を上げさせていただいたんですが、今日はですね、だっていうこともあって、ちょっと僕の方でですね、いろいろ回ってきました。回ってきたというよりもいつもと同じですね、休日のコース、休日ですね。ちょっと僕はあんまり友達いないので、ここね、あの友達いないので、一人でですね、プラプラ回って、まあ、散歩しながらご飯食べて、まあ、帰ってくるっていうコースなんですけど、まあ、家から近いですね、場所が、ケールツインタワーですね。ツインタワーの周りなんですけど、あの散歩する場所があって、あそこで散歩しながらですね、ご飯食べた後に散歩して、少しゆったりしてから帰るっていうのがですね、僕の、最近の休みの日課だったり、まあ、早朝早く起きたらですね、まあ、そっちまで行って、例えばあんま休めないですけど、まあ、ジョギングとかしたりですね、しましたので、まあ、話とか長くなっちゃうとあれなんで、もしよろしければ見てください。これが僕の休日となっております。ではでは、どうぞ。ピュThank you.
はい、いかがだったでしょうか。僕の休日なんですけど、一応電車から乗って行って、まあ、あの電車を、まあ、20分ぐらい乗って行って系列インターを眺めながら、まあ、散歩コース回りながらなんですけど、まあ、基本的に僕いつもそのコースです。コースで回って、ご飯食べて帰ってくるっていう感じなんですけど、まあすごい気持ちいいです、あのコース。もしあのマレーシア来た時なんですけど、ツインタワーだけ見てる、ツインタワーだけ見る人いるんですけど、ツインタワーだけではなく、その周りのですね、公園ですね、歩いてぐるーって一周して、例えばあのケールのですね、いろいろあのご飯とか食べれる場所あるので、まあ、そこ の, あの食べれる場所でですね、ご飯食べて帰ってくるっていうのが一番僕の中ではベストじゃないかなって思います。例えばあのペナンだったりとか、いろいろなあのすごい観光地みたいなのがあると思うんですけど、まあそこも観光地って言えばあのもう観光地ど真ん中なんですが、そちらのですね裏の、大きいぐるっと一周回る場所があるので、ぐるっと一周しながらですね、ご飯食べたりですねすることがすごいいいかなって思います。もしあのこの動画ですねあのいいなと思ったらグッドボタンを押してください。またはですねあのチャンネル登録ですね、まあ、全然あの、チャンネル登録ないんですけど、これから頑張っていきたいと思いますので、お願いいたします。それではですねこれぐらいにしておきましょう。以上になります。ドリームチャンネルでした。かずきくんでした。ありがとうございます。